集合に架か,かる橋黒塚古墳は奈良県天理市柳本町にある前方公園墳。33面の三角園新住居がほぼ埋葬時の配置で出土したことで知られ、国の史跡に指定されている。本古墳は奈良盆地の東南部に位置する柳本古墳群に属し、第一の延辺部に立地している。 最初に発掘調査が行われたのは1961年の事前調査であり、後世に城郭として利用されたことがこの時分かった。また、1989年、周囲の池の護岸工事の事前調査が行われている。1997年から翌年にかけて、学術調査が奈良県立菓原考古学研究所によって行われ、規模と噴霧が明らかになった。 全長約130メートルの前方後円墳で、後円部計約72メートル、高さ約11メートル、前方部長さ約48メートル、高さや6メートル、後円部3段、前方部2段で、前方部と後円部の落差が大きい。前方部正面に、わずかな古上の膨らみが見られ、バチ型であることがわかる。これらは前期古墳の特徴である。集合を持っている。 吹き石や埴輪は確認されず、元々なかった可能性が高い。1997年から翌年にかけて、奈良県立菓原考古学研究所が行った第三次、発掘調査で、三角園新獣教33面とそれよりも少し、古い画文体新獣教1面が、服装当時に近い状態で発見された。鏡を含めて、埋葬当時の位置を保っていて、 服装品の配列方法とその意味がわかるものとなった。北東隅に大小2本の鉄棒を U 字型に曲げた用途不明の鉄製品が立てかけられていた。大小2本の棒の間には V 字型の鉄製の管が複数、付着または崩落し、この管で巨止状に大小の U 字形鉄棒を結びつけていた形跡がある。木管外の北側には 朱塗りの木立てが斜めに立てかけられていた。館外の北鏡は斜めに置かれた縦の上部に乗せられていたと見られる。木館外の西側の北小口に近い部分に矢尻群があり、切っ先は南を向き、元は隙間に矢柄の束があったと推定する。その南に11点の刀、剣、槍がまとめて置かれていた。館内には、被装者の頭のところに、 画文体新住居と両側に、刀一、剣一を置き、木管外に、東壁側15面、西壁側17面の三角円新住教を、鏡面を内側に向けて、木管と壁のわずかな間に立てられていた。飛走者の上半身を、管内、管外の二重に、鏡と刀剣で、この字型に取り囲み、この配列により、呪術的な役割をしていたとみられる。 三角円新住居のこの扱いにより、この鏡が葬式用に作成されたもので価値のあるものではないとの見解を補強したとの解釈もある。他に、館外の南側に川を綴った井だったと見られる。約600点の大量の小座根、斧と槍ガンナの工具類、弾きなどが配置してあった。玉類や腕装飾品類は出ていない。公園部の埋葬施設は縦穴式石室で、 内包長約8.3メートル、北、小口幅0.9メートル、高さ約1.7メートルで、二条三六の春日山と芝山の遺体紙を持ち送りに、積んで合掌造り場の天井を作り出している。石室内では、粘土干渉が設けられ、断面半円形の全長1メートル以上の栗抜き式木管が収められている。木管には、 中央部の長さ2.8メートルの範囲のみ、水銀紙を施し、両端はベンガラの赤色で塗られていた模様である。水銀種のところに安置されていたものと考えられている。なおこの縦穴石室は、ほぼ薪田を向いており、被装者の頭も薪田に向けられていたことは推定できる。このキタは単なる偶然ではなく、山和王権の中に、 起草者の頭を真北に向けてて埋葬するる風習があったららしいいと考えられている古墳の石室は、通常は、天井石で天井部を塞ぐことが多く、合掌造り場の天井は珍しいが、この方法は地震に弱く、中世に起きたと思われる地震で、天井部分が石室内に崩落し床面の上は、遺体子によって覆われていた。公園部中央には、 縦穴式石室への鎌倉時代の大規模な洞窟港があり、石室は大きく破壊されていた。しかし、これは大量の崩落石に阻まれ、空洞の残った南小口部分にだけ侵入したが、大部分は断念し、石室南小口以外には完全な形で、副葬品が残されていた。つまり、地震が洞窟者から副葬品を守ったことになる。 室町時代後期に柳本氏が黒塚古墳を利用して砦を築き、後に土師氏との争いで没落。その後に戦国時代には古墳に1575年に松永久秀が柳本城を築き、後に織田信長進化になり乱死。江戸時代、信長の弟織田長松の子南直長が分治で柳本藩に官営年間に 柳本城市に柳本陣屋を構築し柳本半藩町藩としたその一部に黒塚古墳を取り込んだ堀を転用し石垣も造成江戸時代末まで続く1998年調査で公園部墳町に長方形の本丸前方部に向けて壇上に平坦面のクルワを墳球を削り数段造成公園部の周囲には 幅の狭い平坦面の帯極位を巡らせ、前方部の一番低い箇所に幅6.8メートル、深さ3.4メートルの堀を新たに掘削し、城塞としての機能を持たせていた。戦国時代から、近世、幕末まで、武家以外は黒塚古墳には自由に立ち入れなかったため、その後の洞窟も防いだ説がある。明治時代から、 ジアートの大部分は、天理市立柳本小学校敷地となり、古墳は、天理市によって整備が行われ、柳本公園となっているほか、古墳に隣接して、縦穴式石室の実物大模型や全道橋のレプリカなどを展示する、天理市立黒塚古墳展示館が設けられている。平成13年1月29日国の史跡に指定された。また、出土品も、 平成16年に奈良県黒塚古墳出土品として重要文化財に指定されている。黒塚古墳のある天理市教育委員会では造営時期を四世紀初頭から前半にかけてと公表している。考古学の白石太一郎は大愛段階から大部位段階までに変年分類される三角円新獣教のうち、この古墳では大愛段階から大スリー段階までが出土し、 第4段階以降が出土していないので、西暦260年過ぎには造営されていた、可能性が高いとしている。奈良県桜井市の橋墓古墳、京都府木津川市の椿大塚山古墳、岡山県岡山市の浦間茶臼山古墳などとともに、出現期古墳と総称される。なお、黒塚古墳、椿大塚山古墳、 グラマチャウ山古墳は、橋墓古墳のちょうど2分の1に企画された前方公園墳である可能性が高いと考えられている。ありがとうございます。